おはようございます。あっちの今日はですね、今からサッカー教室に挑戦ですか？チャレンジしたいと思います。まさにチャレンジっていうところですね。チャレンジのコーナーのサッカー教室、鈴木啓太さんと中村健吾さん、教えてもらいたいと思います。ちなみに僕はサッカーは下手です。経験もありません。小学校3年生に混じって、やろうと思います。小学校3年生って、しかもこのね、サッカー王国静岡の小学校3年生っていえば、僕なんか比べ物にならないぐらいのテクニックを持った子どもたちだと思うんですが、チャレンジ、賞賛にチャレンジしたいと思います。よろしくお願いします。いやー、本当に球技苦手なんだよみんなね、今日ね、少しでもサッカーね、楽しんでもらいたいなと思うので、よく聞いて、今日はね、みんなに会いに立った楽しみを見たんで、ちょっと健太コーチが言ったように、ちょっと見て、楽しんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、このグラウンドの中、この半分のコートの中、自由にちょっと走ってみてください。走ってください。いや、走って、走って、走って。で、コーチが数字言うから、その数字で、マスクどうしようか。で、その中でコーチの動きの真似してください。コーチの動きの真似してください。はい、反対。全部ちゃんとやっちゃってるわ。はい、6、6、6、2。健吾ちゃん、ボール持ってください。はい、このボールを乗せます。雪だるま。雪だるま作ろう。おー、うまい。おー、おー。って言って作ってみてください。みんなでね、役割変えながら、はい、どうぞ、スタート。指だるま作ろう。おいおいおい。おいおいおい。あれ、一人でいいよ。一人一人。ちょっと一回して。じゃあ、置いてあげて。どうぞ、置いてあげて。せーの。よいしょ。離して。離して。おお、おお、うまい！はい、いっぱい座って、いっぱい座って。そう。いや、これ面白い。はい、ストップ、ドリブルはね、こうピッと触ると敵が来た時に抜けないから、さっきからコーチが何回もボールいっぱい触ってって言ってるのは、こうやっていっぱい触っていくと、ディフェンスが来たときに、触らせる。こうやって大きくやってると、取られちゃうからね。だから、いっぱいボールを触って、相手にぶつからないように、いっぱい触って、こういうふうに、いっぱい触ることが大事。分かった？はい。そう、ナイスナイス。贅沢だよね。大人が羨ましいやつ。ボールあるよね。あそこにシュートを打ってほしいの。どうやってシュートを打つかっていうのを今から剣のコーチが見せてくれる。で、剣のコーチが見せてくれるんだけど、サーラのお兄さんがね、こういう風にして蹴るんだよっていうのをちょっと見せてくれる。今でもさ、ナイスシュートじゃない？
入んなかったけどね、惜しかったよね、はい、やっぱここは、ね、元プロがね、はい、しっかり見せますので、はい、あの大丈夫ですよ、ゴールキーパーに入っていただいて。チャレンジとかあると、ね、いやこれは素敵だね、素敵な場所もいっぱいあってね、音楽も楽しみですね。これ実はそんなに、まあもちろんもうね、もちろんね、即完売っていうのかな、してるんだけど、ソールドしてるんだけど、知らない人もいっぱいいるからね。こんな素敵なコーナーがあるとはね、まさにチャレンジ。来年もぜひ参加したいですね、俺も。今度は高学年の方で、はい、そうね、来年までちょっと練習してね、本気になったりしてね。We find